どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、こちらパンサーカメレオンのハリマくん、先日ヘミペニス脱を起こして手術を行ったんですが、それから2日後の術後経過になります。なんとハリマくん、はい、無事うんちしてくれました。いや見てください、この立派なうんち。いやもうね、うんちを見てこんなテンション上がるとはね。はい、そしてですね、その肝心のハリマくんなんですけど、見てください、これヘミペニス脱も起きていません。傷口もね、これ開いたりすることなくスムーズにうんちできたみたいです。いや本当に良かった、とりあえずはね良かったです。でね、この黒くなっているのはね、これは血の塊ですね。やっぱりね、メスを入れて体の一部を切り取ったわけですから、多少の血は術後出ました。ただね、このように今は凝固してくれたので、あとは自然にポロッと取れてくれるのを待つのみです。いやー、ハリマくんよく頑張ってくれました。さらにですね、いやもうこれ見てください、はい、このようにね、餌のコオロギもいつも通り勢いよく食べてくれました。もう食べてくれさえいればね、あとはなんとかなるんでね、もう本当に良かったです。ハリマくんお疲れ。もう手術でね、体力も減ったでしょうから、今は好きなコオロギをたらふく食べさせて体力回復を図ります。ほらもういつも通りね、すごい勢いでしょう。いやもう本当に良かった。いや本当にね、今回の件で皆さんから本当に温かいお言葉、それもね、ハリマくんにだけではなく僕にまでね、励ましのお言葉をくれて本当にありがとうございます。もう正直ね、こんなことになってしまって飼い主としてお叱りのコメントなど来ることも覚悟で動画投稿したんですが、そういったコメントは一つもなくてですね、とにかく皆さんハリマくんの体調を心配してくれるコメントばかりでした。この僕の動画を見てくれてる方たちは本当に生き物が本気で好きな方たちばかりで、それもね、めちゃくちゃ嬉しかったです。ハリマくんの今後としましては、実はまだこれで終わりではないんですね。というのも、今回の件でカメレオン飼育の諸先輩方から様々なアドバイスをいただきました。その中で言われたのは、今回片側のヘミペニスを切除したことにより、そこにスペースが生まれ、そこに精子カスが溜まり、それによりもう片側のヘミペニス脱も起こりうる、最悪の場合さらに本当の脱腸まで起こるケースもあると助言いただきました。前回の動画で完全にはお伝えできなかった部分で、そもそもハリマくんはなんでヘミペニス脱を起こしたかというと、ハリマくんうんちの時にめちゃめちゃ息んでうんちしてたんですね。それにより腹圧がかかり、ヘミペニスが飛び出して元に戻せなくなったんですね。このような事態になる原因として一つに水分不足があります。この水分不足によりうんちが硬くなり、気張るのに腹圧がかかってしまうわけですね。でもう一つの原因としては、固まった精子の塊が総排泄口、つまり肛門ですね、ここに詰まってしまい、それを無理やり排泄しようとしてヘミペニスが飛び出してしまうといったケースがあるみたいです。うちでは完全に後者のパターンでした。水分はね、毎日しっかり飲んでいるのを確認していたので、うんちの状態もいつも悪くありませんでした。というのもね、これオスのカメレオンの単独飼育の場合、頻繁に起こるケースだそうです。自然界やペアで飼育している場合だと、自然に精子が排出され詰まったりすることは少ないらしいですが、確かにハリマくんはね、よく大きな精子カスを枝にすりつけて排泄していました。これが詰まって今回ヘミペニス脱を起こしたみたいです。手術の時もね、先生がヘミペニス周りについた精子カスの塊を引っ張って取り除いてくれました。いやなのでね、今後としてはそのあたりもよく観察して、総排泄口に塊がついてたら大きくなる前にその都度取り除いてあげる必要があります。あとはね、水分も念のためしっかり取れてるか確認して、水分量の多い餌、シルクワームなどの比率を上げて飼育するなども取り入れてみようと思います。あとはこれもカメレオン飼育の先輩に聞いたんですが、今くらいの季節、6月から8月くらいですね、この時期は雨の日は少し外に出して雨に当ててあげる雨浴をしてみるのも効果的だと言われました。ああ、その際はもちろんね、外敵に襲われないように鳥かごなどに入れ、しっかり観察しながら行うなど気をつけるようにしてください。今カメレオンを飼育されている方、今後僕と同じような事態に陥る可能性はゼロではありません。そうならないように飼育するのが、まあ、理想ですが、もしそうなってしまった場合、焦らずまずは患部にワセリン、まあ、これは爬虫類用のものですね、これを塗って乾燥を防ぎ、すぐに病院に連れて行ってあげてください。
発見が早ければそのまま元の位置に戻してあげることもできるそうです。間違ってもね、自己判断で切除、無理やり元に戻すなどの行為はしないようにしてください。今回自分はこういったケースが起こりうることは本やネットで調べて知ってはいましたが、まさか自分に起こるとは思っていませんでした。なのでいざなってしまうと正直めちゃくちゃ焦ってかなり動揺してしまいました。幸い病院の先生の適切な処置により一命は取り留めることができました。ですのでね、前回と今回の動画で少しでもこのような事実を知ってもらい、助かる命が増えてくれることを願います。自分もこれからはより気をつけて飼育していこうと思います。それでは本日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。